雑談しちゃう？どうもロッキーでございます。おばんでございます。今日の動画なんだけれども、まあタイトルの通りになっちゃうんだけどね。仲がいい状態ってずっとは続かないよって話したいと思います。で、私ね、北のロッキーは今年 YouTube 7年目で9月の25日かな。で、まあ丸7年になるんだけど。今までいろんな視聴者さんとかね、と交流をして、で、それで、未だに交流続いてる人もいれば、俺がチョンボやっちゃって、俺のことね、嫌いになっちゃった人もいるし、まあ一方的に、嫌いになった人もいるんだけどね。まあ、俺がチョンボやっちゃって嫌いになっちゃったのは、それは俺が悪いから、それは申し訳ないんだけど、自ら嫌いになった人も、それもしょうがない。ね、人間、やっぱり好みあるからね。で、それで、俺が今日の動画で何を一番言いたいかっていうと、例えばなんだけど、6人組の仲良しグループがいたとしようや。6人の最初はすげえ仲良しね、仲良しで、で、まあそれがまあまあ俺は釣りチャンネルだから、じゃあ釣り仲間だとしようよね。釣り仲間でもいいし、ゲーム仲間でもいいし、飲み友でもいいし、何でもいいんだけどさ、ね、いいんだけど、仲いいんだけど、結局その仲ってずっと続かない確率の方が多いわけよ。例えばじゃあね、1,2,3,4,5,6 人いたとして、その中で例えば1人目の人と2人目の人が喧嘩しちゃった、な、理由は何だったらいいよ、喧嘩しちゃったとしようよ。で、そしたらまず気まずくなるんだよ、他の4人が。で、あくまでも1人目と2人目の人の喧嘩なわけでね、3人目から6人目の人って無関係やなんだけど、こういうジレンマが生まれる。1さんと付き合っても大丈夫かなとか、2さんと付き合っても大丈夫かなとか、いや、1さんの手前2さんと付き合えねえなとか、2さんとの手前1さんとは付き合えねえとかね。そういうね、クソめんどくせえことがね、絶対起きるのよ。で、それで結構ね、大騒ぎする人がいるんだけど、俺も最初は大騒ぎしたの。大騒ぎしたんだよ。したんだけど、これって当たり前のことなんだよね。人がね、5人、6人いて、そこで揉め事が起きない方が不自然だから。だってそうでしょ？ねえ、幼稚園児、保育園児、小学生、中学生、高校生、大学生。ねえ、まあ、ぶっちゃけ子供よ、俺からしたら。42のおっさんからしたらね。もう、子供ですよ。子供でも、喧嘩するんだから。それは大人でも喧嘩するよって。で、まあ、さらに大人の喧嘩だったらもっとこじれちゃったりとかするんだけど。だから、それを、いちいち、まあ今ね、もしね、こういう状況にいる人は、それをいちいち、深く考える必要はないから。揉め事が起こって当然。喧嘩して当然。仲違いして当然。もしくはその6人グループがバラバラに空中分解しちゃっても当然。っていう話よ。で、もう、ね、俺はYouTube を7年目だからね。そういうのも腐るほど体験してきてるから、もう酸いも甘いも噛み砕いてもう舐めまくってて消化しちゃってる感じだからね。そうなんだけど。とにかく、どうだっていいんだよ、あんなこと。人が人を好きになるのも不自然だからね、言っとくけど。こう逆を言えばね。人が人を好きになるのも不自然なんだから。
だって全く違ったね環境で育ってさ、で違う考え方を持ってる人が、まあ、なんかの共通の趣味とかね、なんかルーティーンとか、まあ思想とかで一緒に になったらその時は仲良くなるさ。でもあくまでもそれはその時だけの話よ。それがずーっと最後まで行く人もいるよ。それは素晴らしいと思う。それはもうドラマにでも小説にでも映画にでもすればいいさ。なんだけど結局ね、あの現実はねそうはいかないんだよ。いかないから、なんかあの例えば職場とかね、その趣味の仲間とか友達とかね、学校のクラスメイトとかさでもいいんだけど、なんか人間関係うまくいかないな、なんか嫌われてんな俺とか、揉め事なんか起きるなとか巻き込まれんなとかって思っても、それが当たり前だからね。なんでそれを肝に銘じてれば何が起こっても怖くないから、何が起こっても。だから俺断言するから、この動画を見てる人って何パターンかいるんだけど、まず一人目は通りすがりの人、新規の人ね。そして俺のことが大好きで仕方がない人、まあそこそこ好きな人、そして大嫌いな人ね、この4パターンしかいねえんだよ絶対。いないの。でその中でも俺のことをそこそこ好きな人、めちゃくちゃ好きな人でも、これ1ヶ月後、半年後、1年後、俺のこと大嫌いになってる人絶対出てくるから、それが当然だからね。なんで最後に信用できるのは家族よ。やっぱり家族だって信用できないっていうね環境のね人もいるけどさ、俺は最後に信用できるのは家族だけだと思ってるんだよ俺。まああと本当に少数の友人かな。まあね、みんなやきもち焼くからね、俺あえて名前を言わないけど、俺はこの人は俺一生付き合いてえな、付き合ってきてえな、なんか揉め事とか起きないでそのまんま、なんかもうね60歳70歳80歳になって、いやー昔ね松岡さんね YouTube 頑張ってましたよね、お酒お茶頭痛みたいなさ、なんかそんなのをしたいなっていう人は何人かいるわけよ。まあ一人だけね、一人だけ名前言うと、それはまあまあ概要欄にも貼ってあるんだけど、俺のチャンネルのスポンサーをしてくれてる札幌のねお墓屋さんの社長の有限会社有石の多田社長なんだけど、多田社長は俺が YouTube やる前からの友達だから、もう彼とはもう俺は一生付き合ってきてえなっていうふうに思ってる。で他にもね何人かいるんだけど、でも残念ながら10人はいない。それ以外の人はもういずれ縁なくなると思って今も付き合ってる。だからそういうふうにね思えば楽よ人間関係なんてね。というわけで北のロッキーの結局ね、人の付き合いなんて脆いもんで、ね、喧嘩別れする、ね、もうバラバラになるのは当たり前っていう話でございました。てか、なんで俺メガネかけてんだろう。したっけ。北のロッキーチャンネル。